わえばー、絵描き生植物のエヴァン・マシロです。この間の色選びの動画でこんなコメントをいただいたんですよ。2個目チャンネル登録失礼します。おばちゃんのカラフルな色使いがとても刺さり、その技術を学びたく食えるように視聴させていただきました。ありがとうございます。空間に影響される色の考え方などとても勉強になりました。そこで質問なのです。今回のエヴァちゃんの背後の葉のハイライトが入っている淡めのピンクや前面の葉の影色の空間表現的に少し入っている紫がとても綺麗だなと感じるのですが、このピンクや紫の暖色はどこから影響された色なのでしょうか。エヴァちゃんのヘアカラーにピンクが入っているので髪に当たって透過した太陽光が影響しているのかなと私は考えたのですが、明確なお考えあっての配色だと思いますので、差し支えなければお教えいただけると嬉しいです。カラーについての動画をこれからも出してくださるとのことなので、でも楽しみにしています。ということです。コメントありがとうございます。質問系はですね、普段はマシュマロからお受けすることが多いんですが、これね、結構気になってる人多いんじゃないかなと思って今回取り上げさせていただきました。質問者さんが言っているハイライトに入っている淡めのピンクや前面の葉の影色というのは、まあおそらくここら辺のやつのことだと思うんですよね。明確なお考え。そりゃあ、まあ、当たり前じゃないですか。明確も、明確も明確。明確すぎて、なんとなくやっちゃうくらい明確ですね。はい。ということで、もう確かにね、こういう表現があるイラストってよく見ますよね。似たようなのだと、なんかこういうのとか、あとこれとか、結構やりがちなんですよね。で、エヴァはね、何に影響されたかというと、新海誠監督の背景美術がすごい好きで、なんかそれに影響されて使うようになった覚えがあります。円形にね、ちょっと紫色入れたりとか、陰影境界に鮮やかな色を入れたりするのも、まあその影響かなと思います。それを模式図で表すと、まあ、こういうやつですよね。これです。これってテクニックとしては結構定着しているものの、結局何なの？ということで、今回はこれについて、いくつかの仮説と考え方のコツを深掘っていこうかなと思います。なので、この動画を見てもらえればもう、これマスターになれるかもしれません。なんだこれマスター？それではやっていきましょう。エヴァを含めて、なんとなく感覚的にやってる人が結構多いこれですけど、これが何なのかというのをズバッと説明するのって、ちょっと難しいような気もするんですよね。なぜかというと、多分ですけど、いくつかの解釈とか、いくつかのテクニックが重なり合ってる気がするんですよね。なので、まずはそれらを整理していこうと思います。まずは、これやる目的なんですけど、なぜやるのかっていうのは、おそらく、まあ、すごく大雑把に言うと、色の情報量を足したい、これなんじゃないかなと。まあ、エヴァはこれですね。まあ、鮮やかさをもっと感じてほしいとか、色の対比として鮮やかさを狙って入れることが多いです。まあ、ちょっと単調かなっていうところに、スッと入れると、それだけですごい映えるんですよね。このイラストに関しては、背景が植物で、緑が多いところに、この反対色となる色素を入れることで、画面が少し幻想的で華やかな感じになるっていうことを狙って入れてます。まあ、ただ、なんかそれだけかと言われると、まあ、それだけではないんですよね。まあ、そうじゃないパターンもあるというか、入れる時の色の考え方というか、色の情報を加えていく上で、エヴァが考えているアプローチの方法が、まあ、いくつかあるので、紹介していこうと思います。で、前回の動画で配色の考え方として光起点の考え方と色起点の考え方があるっていう話をしたんですけど、その考え方にも少し当てはめられると思います。例えば色の調和と対比で考えてるっていうのは、まあ、色起点の考え方かなと思います。緑が多い家だから反対色の紫を入れていこうと。奥の葉っぱは明るいから、まあ、少し色素もピンク寄りとかにして明度も上げようかな、みたいに明度やトーンに注意しながら主観的に色を組み合わせるっていう考え方です。光起点の考え方としては、よく言われるのが、陰影境界線に暖色が現れる、サブサーフェススキャッタリングの転用なんじゃない仮説。サブサーフェススキャッタリングというのは、肌みたいな半透明の物性を持つものに対してできる影の特徴で、光と影の境界に体の内部の赤色、サブサーフェスの散乱した光が出てくるっていう現象のことですね。ただ、エヴァはですけど、
エヴァはこのサブサーフェススキャッタリングとはちょっと違うんじゃないかなとも思ってます。なぜかっていうと、サブサーフェススキャッタリングは透過表現の一種ですが、これを仮に石にこれをやったとて、石が透明感を帯びるわけではないし、石の下に血液みたいな赤い層があるってわけではないからですね、透明感に寄与しないというか。あとは明暗境界線に彩度の高い色が出る原理については、肌の透明感と同じ動画で説明してるんですけど、これも彩度は陰影境界部が一番高くなるんですが、色相はそんなに触れないというか、これが紫とかオレンジが入ってくるみたいなことは確認できないんですよね。じゃあこの紫、これ何なのかというと、分光のデフォルメなんじゃないかなと。レンズ効果で光が収束すると輪郭に色が出てくるっていうことがあるんですよね。これエヴァが育てている一向に芽が出る気配のないアボカドなんですけど、よく見ると光が分光されて輪郭に発色してるの分かります？ちょっとオレンジがかってるというか、色の波長ごとに屈折角度が異なるので、まあ、色周差の一種なんですけど、これじゃない？違うかな？実際はこんなレンズみたいに露骨に収光することってあんまりないですけど、必ずしも透明なレンズでなくても、反射面の角度であったりとか、材質とかで光を分光するっていうことは結構あるんですよね。特に強い光が当たった時とか、スポットライトとかだと周囲に色が出たりっていうのは、結構わかりやすいんですけどね。もしくは暖色系の明かりに対して寒色の影があって、光が当たる部分は後期現象で光が滲む。で、明かりと影の混色で紫色が発色されるっていうのを大げさに表現したっていう説もあるかなと。あとは単純にレンズフレアの発色。この絵のこの紫のもやっとしてるやつとかはレンズフレアを意識して描いた覚えがあります。他にも色彩遠近法とか空気遠近法の表現として描くこともあります。このネコスちゃんの左手の奥にある紫っぽい表現とかはそのあたりを意識して入れました。ちょっとパラパラといろいろ言い過ぎたのでまとめていくと、ざっくり色起点のアプローチと光起点のアプローチがあって、色起点のアプローチは主に色の調和や対比に基づいて色を選ぶという考え方で、例えば背景に多く使われている緑があったとしたら、その反対色である紫を使うことで色彩のバランスをとったり、ハイライトとしてピンクを使って華やかさを演出するみたいな考え方です。置かれている色そのものに注目して作品全体の色相バランスを意識したアプローチがこの考え方かなと思います。なのでこの場合は必ずしも光に即した色を置く必要がないので、自由度はすごい高い分、コントロールの難しさもあります。でこれをコントロールする考え方もあるんですが、これはこれでちょっと長くなりそうなので、また希望があれば別の動画で解説したいと思います。もう一つは光起点のアプローチ。こっちは光と影の関係を重視して、光源であるとか、反射によって色がどのように変化するかを基準に色を選ぶ考え方です。陰影境界に色が出る現象は、サブサーフェススキャッタリングが有名ですけど、石とか半透明じゃないものには同じ効果は出ないので、このアプローチで全てを説明するのは、ちょっと難しいかなといえば思ってます。で、光起点では他に、レンズフレア、色周差などの分光現象のアプローチがあって、これは光が物体の輪郭や反射面で分光される現象を取り入れる考え方ですね。強い光が当たると陰影境界に光が出てくる場合があって、それを意識的にデフォルメして表現するっていう感じです。この分光のデフォルメやレンズ効果にある色のにじみを作品に取り入れることが特徴かなと思います。色彩遠近法や空気遠近法を取り入れるもの。色を使った遠近表現を用いて、遠近に寒色や相対的に明度の高い色を加えることで遠近感を強調しながら色を加えるという考え方です。こんな感じで、いろいろと紹介していったんですが、全部合ってるかもしれないし、全部間違ってるかもしれないです。結局はなぜそこに色を入れるかに、合ってるか間違ってるかっていうのは関係なく、自分なりの解釈とか理由があれば、極論それで良いのではないかなと思います。それはなんとなくでも、もう極論全然良くて、光は現象ですが、結局知覚するのは頭、脳なので、知覚はともかく、見えたように、感じたように、感覚を感覚のまま吐き出せるのがイラストの面白いところだとも思うので、エヴァみたいに無理に言葉にする必要もない気がしてきましたね。強いて言えば、あえて言葉や理屈にするならこうかな
というのを今回紹介させていただきましたが、エヴァちゃんこういうのもあるんじゃないとか、私はこう考えてるよというのがあれば、ぜひコメントで教えてもらえると嬉しいです。ということで今回の動画は以上になります。なんかふわーっとしたまま終わった気がしますが、まあ、そういう時もあるよね。もし参考になったと思ったらチャンネル登録、高評価をしてもらえると嬉しいです。エヴァに聞いてみたいことがあればコメントやマシュマロで教えてください。質問系はね、どちらかというとマシュマロの方が流れていかないので答えやすいかなと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。アボカド育ててるのは1年ぶり4度目です。一向にね、出ないんですよね。